それでは決勝トーナメント、アルゼンチン対オーストラリアの試合を日本の伝統芸傘回しで勝敗予想してまいります。 FIFA ランキングはアルゼンチンが3位、オーストラリアが38位ということで、 FIFA ランキングが高い方が金の輪っかとなります。アルゼンチンが金、オーストラリアが銀です。果たして傘の上に最後まで残っているのはアルゼンチンか、それともオーストラリアか、勝敗予想してまいります。はっ、回り始めました。いい試合をしております。ものすごくいい試合をしておりましたが、あっと銀の輪っかが落ちた。傘の上に残っているのは金の輪っかです。ということはこの試合はアルゼンチンが勝ちます。